で、あの、そのどなたかに役立つためのもう例えば研究に発展するためには、世界中で再現実験をできなければ、誰かのための役には立たないと思うんですが、その点、そのちょっとしたコツというのは、今もご説明はできいただけないんですか、ね、そうですね、それはちょっと次の研究にも大きく関わってくることですので、できればメカニズムの解明やそれら の研究発表と同時に発表していければと思います。再現実験をされた世界の研究者の方に対するまだコメントがないと思うんですけど、ご自分の研究よりも小保方さんの再現実験を優先された世界の有数な幹細胞の科学者の方に何かご説明はないんでしょうか。はい、問い合わせが来ることに来ているものに関しましては答えていくようにしていく姿勢を取っていくというふうに伺っております。はい、それで移らせて当初予定しておりました2時間も過ぎておりますのでそろそろ終わりにしたいふうには希望いたしておりますので、それを前提にどうしてもという質問をいくつかお受けしたいと思いますが、まだ質問されてない方を中心にしたいと思いますが、まだしてないという人は手を振っていただいてそれじゃこの列の真ん中あたりのはい、すみません、ポッドキャスト GC の円中野と申します。今回不服申し立てをされたということなんですけれども、理化学研究所に対してですね、小保方さんのお気持ちで裏切られたというお気持ちがですね、少しでもあるのかないのか、そこをはっきりお答えいただけたらと思います。持つべきではないというふうに思っております。はい、それでははい、先ほど の鉛筆を持っている女性の方にお渡しください。もう少し前、はい、すいません、サイエンスライターをしております片瀬と申します。小保方さんにその実験の過程のことでお聞きしたいんですが、やっぱり通説と違うものを発見したときっていうのはやっぱりご自身もかなり驚かれたようなことはあったんではないかと思うんですが、それについて最初から確信を持たれていたのか、それともやっぱりちょっと間違いではないかっていう不安に思われたことはないのか、その時どういう感じだったのか教えていただけないでしょうか。はい、最初から確信があったわけではないですけれども、やはりそれがスタップというその現象が起こりうるというふうに気がついたときには、どのようにそれを次に他の人が納得していく形で証明していったらいいんだろうというワクワクした気持ちというのは今でも覚えております。そうですか。そういう場合にやはり科学の過程では第三者に確認してもらうっていうのがとても大事なことになってくると思うんですが、小保方さんの方から積極的に別の方に追試をお願いされたっていうことはこれまでにあったんでしょうか。はい、私はその頃和歌山研究室にいた時にそれこそ和歌山先生が一緒にやってくださったり、そこにいた学生さんが一緒にやってくださったりしています。またハーバードでもそこの研究員の方とやっていただいたり、大方さんと一緒にではなくて大方さんのやり方をその共同研究者に教えて別個にやってもらうっていう確認の仕方はこれまでされたことはなかったんでしょうか。
インデペンデントにやっていただいたこともあります。それはどなたでしょうか。その方は成功したんでしょうか。はい、その方は成功しています。どなたか教えていただけますでしょうか。あの確認を取りたいんですけれども、ちょっとあの個人名になってしまうので、あのちょっとあまりにも公の場ですので、これまでは小保方さんに関与していないと再現できないってことが問題になっているので、小保方さんとインディペントで他の方が再現できたっていう事実があるのでしたら、それは積極的に出していただいて、その方の確認証言を出していただく方がいいんではないかと思うんですが。あ、なるほど。なんかね、もっと強い状況証言を出していただいて、あの意見としてあの、はい、OK したいと思います。あの、それじゃあ、今、端っこの、一番端っこで女性の紙を持っている方にお願いいたします。あ、ずっと向こうの話、申し訳ないです。その辺にありましたら渡してください。あ、それです。後ろ、後ろ。NHK の水田と申します。あのノートに関連してなんですけれども、ノートを 4、5冊先ほどお持ちだとおっしゃっていたんですけれども、そのノート、追加のノートはどうして提出しなかったんでしょうか。またそれはですね、あのどこに保管しているんでしょうか。あのその調査委員会の方が資料をあの確認されに来たときには、あのノートの何々に対する記述の部分をということでしたので、あの全てのノートの用意をしておりませんでした。で、あの私はいくつかの研究室を渡り歩いておりますので、あの残りのノートにつきましてはそれぞれの別のところに保管してあります。すみません、後向いて。それに関連するんですが、あのテラトーマに関する記述というのは、その、今提出していないノートに書かれているんでしょうか。いえ、テラトーマに関しましては提出してあるノートに書かれております。ただあの調査委員会の方は詳しくこのどこの部分の記載ですかというあの質問をあのするわけではなく、ご自分たちでそのノートを精査してあの追跡ができないというご判断をきっとされたのだと思いますので、あのもし詳しく聞いてくださればもう少しは理解していただけたのかなとは考えております。